TKM7 レッツエンジョイ女子ラグビー、戸塚共立メディカルセブンズラグビークラブ TKM7 の情報、そして女子ラグビーについての情報をお届けしていきます。今日は TKM7 の赤石仁美選手にお越しいただきました。赤石さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、赤石さん、今日ラジオなんでちょっと姿を皆さんに見ていただけないんですけど、とっても背が高いんですよね。 TKM7 の選手の中で一番背が高い感じでしょうかね。そうですね、最近180センチ以上ある花岡ヘッドコーチと変わらない気がします。そうなんですね、はい、いや大きいですよね。はい、はい、まあ、女子選手の中では群を抜いて、うわ大きいっていう感じかなと思うんですけれども、はい、赤石さんはその高い身長を生かして学生時代にはバスケットボールをやられたということで、社会人になると同時にラグビーに転向というわけなんですけれども、ラグビーをやってみようと思われたのはどういったことだったんでしょうか。大学の監督に、バスケットの監督に、はい、女子ラグビーでオリンピックを目指してみないかとお誘いがあったのがきっかけでした。どう思いました、バスケットやってて女子ラグビーでオリンピックを目指してみないか。当時は女子ラグビーあることも知らなかったですし、はい、でも兄がラグビーをやっていたので、はい、興味はありました。でもまさか自分がやるとは思ってなかったです。でじゃあやろうっていう決断に至るまで三村葵選手が同じ大学だったんですけど、はいはい、うん、すごい誘われて、一緒にやろうって誘われてやろうと思いました、うん、バスケットボールも結構激しいですけど、はい、三村選手お越しいただいた時に、はい、ラグビーは比じゃないぐらいのことをお話されてましたがそうですね、本当に比じゃないです、はい、うん、でもラグビーに飛び込んで、まあ、お兄さんがやられたのを見ていて、はい、激しいっていうのはすごいよく分かってたじゃないですか、はいはい、でも飛び込んでいこうっていうのはやっぱり何か強い引きつけるものがあったんですかね。やっぱりオリンピックを目指してみないかというのがきっかけだったんですけど、はい、すごいそこが魅力で、あと兄がラグビーしていてスクラム組むときに、はい、うって言うんですけど、はい、それをやってみたいと思って。すごい、はい、そうですか、そのスクラム、はい、スクラムに魅力を感じたわけですね見ていてそう思ったんですけど、はい、実際、はい、結構きついです、スクラムは。そうですよね、はい、まあ、そうやって飛び込まれてラグビーの世界に、はい、今もねちょっと思ってたより大変っていうお話がありましたけど、はいはい、どうですか。でもやっぱり続けて、今やり始めてが続けてらっしゃるっていうのは、はい、そのラグビーがやっぱ楽しい、はい、っていうことかと思うんですけど、はい、どういったところがラグビー面白いとか魅力があるなって思われますか。バスケットも同じなんですが、はい、一つのボールをチームでつないだり点を取ったりして、チームで守る攻めるというところが魅力だと思います。なるほどね。でもバスケットよりも激しいスポーツ、はい、ちょっとそれで怪我をされたりっていうこともあったようなんですけれども、はいはい、やっぱり怪我をされてもやり続けようっていうには、はい、やっぱり大きなラグビーの何かがあるんでしょうね、はい、自分の周りには本当に多くの方がいて支えて いただいてるんだなと思って、怪我した後は物を持つことすらできなかったんですが、はい、やっぱ支えていただいてる方たちがいて自分がこうしていれるんだなって思います。バスケットボールをされてた時も怪我をされたりっていうご経験は結構あったんですか。はい、でもそんなにここまで手術とかする怪我ではなくて捻挫とか軽いのだったので、はい、今ちょっとどうしていいのかわからないんですが、大変な怪我をされてしまって、はい、でも改めてそのラグビーをやり続けようっていう決意が強くなったこともあるのかなって思いますね、はい、なるほどね。現在はなかなか皆さんと一緒にトレーニングは難しいのかもしれないんですけど、はい、どういったことをして過ごしていらっしゃるんですか。今は理学療法士の方に教えていただいた初歩的なトレーニングリハビリしか行ってないんですが、はい、もうとりあえず早く治ってほしいです。いやもう早くグラウンドに立ってっていう思いがあるわけですね、はいはい、で TKM7 はなんと2月の24日に埼玉熊谷ラグビー場で7人制の女子ラグビー関東地区大会に出場されるということなんですけれども、はい、
今その試合に向けてチームの様子とかいかがですか？一人一人の意識が高いので本当に雰囲気はいいと思います。 TKM7 が結果を残して支えていただいている方に恩返しできるといいと思います。もちろんあの怪我を、ね、されたりすると、はい、なかなか試合にも思うように出られなかったりするかと思うんですけれども、はい、赤石さんの、まあ、今年というか2013年、はい、最近非常に女子ラグビーも盛り上がってきてるななんて私も感じるんですけど、はい、これからこんな風にしていきたいなとか、チームとして、こんな風に関わりたいなとかっていうのはありますか？とまず自分が早く治して復帰することと、はい、復帰して日本代表に選ばれてオリンピックに出れるように頑張りたいと思います。そうですよね、はい、やっぱそこですよね、はい、で TKM7 は7人制もそうですし15人制の方も日本代表に選ばれている選手の方々がいますもんね、はい、そうですね、はい、刺激になりますかね、はい、追いつけるように直して頑張りたいと思います。はい、本当ありがとうございます。で今バスケットをやってる子どもたちとか、はい、ミニバスケットとか、はい、戸塚はバスケットをやってる方も非常に多く強いんですけども、はい、何か今バスケットやったり他のスポーツもそうなんですが、はい、やっている小学生中学生ぐらいに女子ラグビーにおいでっていうようなメッセージっていうのはどうでしょう？と絶対にスポーツやっててつながるものはあると思うので、はい、ぜひ女子ラグビーをやっていただきたいなと。もう戸塚だと地元に TKM7 がありますしね、はい、すごい環境がいいですよね。そうですね、皆さん、うん、選手の皆さんおっしゃいますが、はい、この度は寮もできたということで。そうなんです、本当に素敵な寮をありがとうございますって感じです、はいはい、なんでぜひね、今日聞いていただいた子どもたち、はい、小学生中学生もしくは高校生なんかもね、はい、他のスポーツで今頑張ってるよっていう方も、はい、ぜひラグビーの道に参加していただきたいなというふうにも思いますね。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに赤石さんから、はい、とラグビーは本当に激しいスポーツなんですけど絶対やる価値があると思うのでぜひ皆さんやってみましょう。まあ応援していただいたり、はい、関わっていただけるといいですよね。はい、はい、そうですね、楽しみにしたいと思います。はい、今日は TKM7 赤石瞳選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。